下ネタとか言ってるんでしょうか。言ってるよ。あまり言い過ぎると犯罪係数を計測されてしまうんですかねって。どうなんだろう、それは犯罪係数になるのかね。どうなんだろうね。言ってるのと、やろうと思って考えるのは、また別じゃない。関さんは言うときはこうやろうと思って考えて言ってるんですか、それともギャグとして言ってるんですか。いやギャグかな。悩んでますね。いやどうなんだろうか。でもさ、そういう感じだったらさ、逆にあの例えば僕は、はい、言葉にして例えばねこういう時に言うけど、はい、そうじゃない人の例えば向こうで聞いてらっしゃる方たちスタッフの皆さんとかの方が、はい、俺とかが言ってるのを聞いて、ああ最近例えばあんまり見てないなみたいな風に思って見てえなって思ってる方が係数上がりそうじゃないですか。どっちかっていうと口に出した方が発散されるけど、出さない、心の中に思ってる方が心の中の係数は上がっていくっていう。そうそう、なんか言ってる方が無邪気じゃない、なんかなんかクッコーみたいな方が可愛い、小学生みたいな。係数高くない、下ネタ係数高くないですか。だこれ大丈夫でしょ、可愛く言ってるから。そして無邪気係数ですね今のは。そうそう、子供係数が上がってるからね。なるほど。そうだ、逆にだからそういう思ってる人の方が危ないから。じゃあ俺の方が、野島の方が性犯罪係数は高いのかな。高いかも。どう考えるんでしょ。でもそういう考えます、考えます。この女をってやりたいみたいな。まずって字が書けないんですけど漢字読めないケース、漢字読めないケース高いですからね。どうしたい、どう、ほっぺたに触ってみたいとか思います。普通に手で、手で、手で、手、手、手ですよ。そうなんだ。思いませんか、そのぐらい。それはあと何でしたっけ、こうほらあるじゃないですか、こう短パンにニーハイソックスって言うんですか、あれ、そうギリギリまで上げて、ギリ、なんか絶対領域、ちょっと見えてますよみたいな。はいはいはい。ちょっとあれはこうふとあの隣に座ってる人とかそうです、これは触ってもいいんじゃないんだろうかってすごく考えることあって、あれは一回聞いてみようかなと思うんですけど、これ触って、あれ触っていいとこだけ出してんの。あ、そうだったんですね。そう全然いいんだ。なんか目から鱗です。そうだったの。これからなるべく触っていきたいと思います。ここだけにしてくださいねっていう。そうか、絶対ここだけにしてくださいね、絶対ここだけにしてくださいよっていうっていう絶対領域。そうそうそう。そうだった。だから触りやすい位置にあるでしょ、あれ。そうか、ちょうど左手の位置にあります。そう、いいでしょ。左か右かはそれは座る位置。右は大体こう物持ってるね。あ、そうか、そうか。なるほどね。そっか、そうなんですよ。そっかそっか。じゃあこれからはなるべく触っていきたいと思います。でもそういうこと考えてる野島くんの方はやっぱり犯罪係数は上がってるね、下ネタ係数僕高いですか。下ネタ係数上がってる。うわー、打たれた、打たれた、打たれた。これやばいよ。おかしいな、おかしいな、俺そんな人間じゃない。この番組に壊されている。